もし他の柱が遊郭に来ていたら、待望のアニメ化で話題沸騰中の鬼滅の刃遊郭編。そんな鬼滅の刃遊郭編の主役といえば、音柱宇髄天元。しかしながら、もし遊郭編に宇髄天元以外の柱が来ていたらどうなっていたのでしょうか。ということで今回は、もし遊郭に宇髄天元以外の柱が潜入したらどうなっていたのか徹底考察したいと思います。また鬼滅の刃最終話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。まずは他の柱が遊郭に来る際の前提条件を3つ紹介したいと思います。まず1つ目の前提条件は、柱は炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助の4人と一緒に行動することです。実際の遊郭編でも宇髄天元とこの4人がメインで任務に参加しています。そして炭治郎は妲己を見つけ出し、禰豆子は牛太郎の毒を解毒するなど重要な役割を果たしている。そのためですね、より公平に考察するためにメインメンバーの入れ替えは宇髄と他の柱のみ、そして炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助は一緒に行動しているという条件で考察していきます。二つ目の前提条件は、宇髄天元の嫁3人は任務に参加しないことです。そもそも遊郭編では炭治郎たちが任務を行う前に宇髄の嫁たち3人、牧尾、ひなずる、須磨が潜入調査を行っていました。しかし今回は他の柱が遊郭に来た場合の話になりますよね。おそらく宇髄の嫁たちが他の柱たちと行動を共にすることはありません。よってですね、宇髄の嫁3人は遊郭編に参加しないという条件になります。そして最後三つ目の前提条件は、柱の強さは遊郭編の時の能力で考慮するです。作中ではアザの発言や柱稽古などによって登場人物たちがどんどん強くなっていくんですけども、今回はそれぞれの柱が遊郭編の時にどれほどの能力を持っていたのかを考え、それを元に進めていきたいと思います。この3つをですね、それぞれの柱に共通する前提条件とします。ではですね、次に遊郭でこなすミッションを5つに分けて考えたいと思います。まず1つ目の任務は、妲己を見つけ出すことです。任務において遊郭の人間たちの中にうまく紛れ込んでいる妲己を見つけ出す必要がありますよね。本編では妲己を見つけるために先に潜入していた天元の嫁たちが行方不明になり、その後助走した炭治郎たちを無理やり押し付けることで潜入させていました。そのためですね、他の柱たちも妲己を見つけ出すために何かしらの方法で炭治郎たちを遊郭に潜入させる必要があります。二つ目の任務は、帯の中に閉じ込められた人たちを助けることです。妲己はですね、自分の血気術で帯の中に人間たちを閉じ込めていました。そしてなんとその帯は地下空間に隠されていたんです。そして帯の中に閉じ込められた人間を切らないように的確に帯を切る必要がありますよね。さらにですね、途中からは帯から出てきた人たちを守りながら戦わなければならない。そんな状況で天元は地下で戦闘している気配を察知すると、音の呼吸で地面を爆破し地下空間に侵入。一瞬でですね、的確に帯をバラバラにしました。そのためですね、他の柱たちも地下空間に潜り込み帯の中に閉じ込められた人たちを助ける必要があるんです。そして3つ目の任務は、妲己の首を落とすことです。作中では覚醒した炭治郎が火の神神楽で妲己に対抗し、駆けつけた宇髄が妲己の首を一瞬で落としました。その後妲己の体から牛太郎が現れ、本格的に戦闘が始まるんですけども、まずは妲己の首を落とす必要があるんです。そして4つ目の任務は、牛太郎の毒に対抗することです。牛太郎の血気術血釜には猛毒があり、通常の鬼狩りであればかすっただけで即死。しかし元忍びで毒に耐性のあった宇髄天元には効き目が浅かったんです。とはいえ毒に耐性のある宇髄でさえ時間の経過とともに弱っていき、死にかけるほどの猛毒。よってですね、他の柱たちもこの猛毒に何かしらの方法で対抗する必要があります。そして最後5つ目の任務は、上限の6との戦闘に勝利することです。上限の6である妲己と牛太郎を倒すには2人同時に首を落とす必要がありますよね。作中では善逸と伊之助が妲己、炭治郎と宇髄が牛太郎の首を落としました。しかし宇髄天元はサポートにとどまり、牛太郎の首は炭治郎が落としています。そのためですね、他の柱も炭治郎と協力して2人でまたは1人で牛太郎の首を落とす必要があるんです。以上5つがですね、遊郭に来た柱がこなさなくてはいけない任務になります。ではそれぞれ3つの前提条件を踏まえ、他の柱たちがいかにして5つの任務をこなしていくのか考察していきましょう。釜の炭治郎が初めて出会った鬼殺大使であり、水柱として活躍する富岡義勇。作中ではアザの発言後ではありますが、炭治郎と二人で上限の3赤座を倒しています。そんな義勇が遊郭に来た場合、無事に任務をこなせたのでしょうか。それでは5つの条件に当てはめて考えていきましょう。まず1つ目の任務は、妲己を見つけ出すことです。妲己を見つけ出すには、まず炭治郎たちを遊郭に潜入させる必要があります。宇髄天元は持ち前の顔の良さで、炭治郎たちを遊郭に押し付け潜入させていました。しかし義勇には同じことができないと考えられます。その原因はコミュニケーション能力の低さ。例えば富岡義勇外伝では、義勇が鬼殺大使以外の人と話した場合に言葉不足によって不審者だと間違われ、縄で縛られ、なんとか胡蝶忍に助けられていましたよね。
つまりコミュニケーション能力の低さから義勇が宇髄天元と同じように炭治郎たちを押し付けることはできない。そのためですね、炭治郎たちが自ら遊郭にアピールし、自ら売り込む、もしくは協力者を探して下手な化粧ではなく顔が変わるレベルの化粧をしてもらう必要があります。よってですね、義勇一人では炭治郎たちを遊郭に潜入させることは不可能でしょう。二つ目の任務は帯の中に閉じ込められた人たちを助けることです。帯の中に閉じ込められた人たちを助けるにはまず地下に潜る必要があります。これは義勇の使う水の呼吸を応用することで地面を削り潜れる可能性があります。しかし水の呼吸はですね、他の呼吸に比べ防御重視なので、天元の音の呼吸を使った爆破よりは時間がかかるでしょう。次にですね、帯の中の人に刀を当てることなく帯を切る必要があります。柱の中でも古参であり、後に上限の3赤座と渡り合うレベルの義勇ならば宇髄天元と同じように一瞬できることができると考えられます。まとめると、富岡義勇は宇髄よりも時間がかかるものの地下に潜ることができ、帯の中に閉じ込められている人たちを救出することができると考えます。よってですね、富岡義勇は宇髄よりは少しは苦戦するという評価になります。次に3つ目の任務なんですけども、ダキの首を落とすことです。作中では覚醒した炭治郎が火の神神楽でダキに対抗し、駆けつけた宇髄が一瞬でダキの首を落としていました。その時にダキはですね、宇髄からこう言われているんです。お前上限の鬼じゃねえだろ、弱すぎなんだよ。この言葉通りであれば、基本的に現在の柱は全員ダキの首を落とすことが可能だと考えられます。よってですね、富岡義勇も宇髄天元と同じようにダキの首を落とすことができるでしょう。4つ目の任務は牛太郎の毒に対抗することです。毒に耐性のある宇髄でさえ時間の経過とともに弱り、そして死にかけてしまう猛毒の血気打ちがま。義勇の毒に対する情報が作中では出てないので対抗するのはかなり難しいと考えられます。しかし全集中の呼吸を使えば血管や筋肉を収縮させて傷口を閉じることができる。つまりその応用で毒が体に回るのも一時的に抑えられるのではないか。よってですね、富岡義勇は毒で即死はしないものの、ある程度は耐えれると考えられます。最後5つ目の任務は上限の6との戦闘に勝利することです。上限の6であるダキと牛太郎を倒すには2人同時に首を落とす必要がありますよね。作中では善逸と伊之助がダキ、炭治郎と宇髄天元が牛太郎の首を落としています。義勇は先ほど解説した通り毒への耐性がないと考えられ、そのためですね、宇髄天元よりも早く戦闘を済ませる、またはですね、牛太郎の攻撃を避け続ける必要があります。そしてですね、義勇の使用する水の呼吸は防御重視なので攻撃を避け続けることの方が向いていると思われます。さらに富岡義勇がアザを発言させ炭治郎と上限の3赤座を倒したことに比べれば、上限の6の一人である牛太郎をアザ出現なしで2人で倒すことは簡単だと思われます。よってですね、富岡義勇は宇髄天元よりも有利に牛太郎と戦えるのではないでしょうか。以上5つの条件から富岡義勇が遊郭に来た場合どうなるかというと、純粋な戦闘力は問題ないものの、打機捜索任務だったり毒耐性のなさから宇髄よりも苦戦したのではないかと思われます。鬼殺隊の中で唯一毒を操り鬼を殺す虫柱胡蝶忍。作中では自らが犠牲になることで上下の2ドーマを倒しています。そんな忍が遊郭に来た場合、無事に任務をこなせたのでしょうか。それでは5つの条件に当てはめてみていきましょう。まず1つ目の任務はダキを見つけ出すことです。ダキを見つけ出すにはまず炭治郎たちを遊郭に潜入させる必要がありますよね。宇髄天元は持ち前の顔の良さで炭治郎たちを遊郭に押し付けて潜入させてたんですけども、忍に同じことができるのか。まず忍の顔についてですが、吾妻善逸は第49話でこう言っています。めちゃくちゃ可愛いんだよ、顔だけで飯食っていけそう。よってですね、作中でものすごいいい男と言われていた宇髄天元と同じように、胡蝶忍は炭治郎たちを無理やり押し付けることが可能だと考えられます。さらに場合によっては胡蝶忍自ら遊郭に潜入することもできます。つまり胡蝶忍は宇髄天元と同じようにスムーズに滝を探し出すことができると思われます。次に2つ目の任務は帯の中に閉じ込められた人たちを助けることです。そして帯の中に閉じ込められた人たちを助けるにはまず地下に潜る必要がありますよね。しかし忍は地下に潜ることが難しいと思われます。なぜなら使用する呼吸が虫の呼吸だから。別の呼吸であれば敵への攻撃の応用で地面を削る、掘る、このようなことが可能なんですけども、虫の呼吸は毒に特化した攻撃方法なので地下に潜ることが難しいんです。しかしですね、作中で伊之助は子供がギリギリ通れるサイズの穴を発見し関節を外して潜入しています。小柄な忍であればなんとか通れるのかもしれません。
次に帯の中の人に刃を当てることなく帯を切る必要があります。胡蝶忍はですね、第41話でナタグモ山編の姉鬼に一瞬で何箇所も攻撃していたことから的確に帯を切ることができると思われます。まとめると忍は地下に潜ることは難しいんですけども、もし地下に潜ることさえできれば帯の中に閉じ込められた人たちに刃を当てることなく帯を切り救出することは可能なんです。しかし宇髄天元と比べるとはるかに苦戦すると思われます。そして3つ目の任務はダキの首を落とすことです。先ほど解説した通りダキは現在の柱であれば簡単に首を切れると思われます。しかし忍には鬼の首を落とす力がありません。そもそも作中ではダキの首が落ちたことで牛太郎が現れるんですけども、これはダキがピンチに陥ったためです。よってですね、忍が毒でダキを追い詰めても牛太郎を出現させることは正直可能だと思ってます。しかし忍はですね、ダキに毒が効くのを待たなければならないので、ダキを瞬殺した宇髄天元よりもかなり苦戦すると思われます。次に4つ目の任務は牛太郎の毒に対抗することです。そもそもですね、毒に耐性のある宇髄天元でさえ時間の経過とともに終わり死にかける猛毒の血気術チガマなんですけども、実は胡蝶忍はこの血気術チガマが一切効かない可能性があるんです。その理由は忍が富士の毒を摂取し続けているからです。忍はドーマを倒すために1年以上富士の花の毒を摂取しなくてはならないと第162話で語っています。つまり遊郭編の段階ですでに忍の体内には富士の毒が回っているんです。と考えると胡蝶忍には毒の耐性があると考えられます。さらに毒が体に回った状態で作中で普通に任務をこなしていたことを考えると忍にとって毒はほぼノーダメージ。確かに宇髄天元も元忍びで毒に耐性があるとはいえ、おそらく1年以上体内に毒が回っていたことはないでしょう。つまり胡蝶忍は宇髄天元以上に牛太郎の毒に抵抗できると考えられるんです。最後5つ目の任務は上限の6との戦闘に勝利することです。忍は先ほど解説した通り毒への耐性があるので牛太郎との戦闘を有利に進められます。しかし同時に首を落とすことが上限の6を倒す条件なので虫の呼吸で毒殺することは不可能。自力で鬼の首を切れない忍は炭治郎のサポートに回ることになると思われます。つまり忍が毒で牛太郎を弱らせ炭治郎が首を落とす、この方法であれば条件の6に勝利することができると思われます。しかし総合的に考えると忍が牛太郎と戦う場合は宇髄天元よりも苦戦すると考えられます。以上5つの条件から胡蝶忍が遊郭に来た場合どうなっていたかというと、確かに胡蝶忍は牛太郎の毒が効かないんですけども救出には手こずってしまうので総合的には宇髄天元よりもやや苦戦すると思われます。炎のような熱い心の持ち主、炎柱煉獄杏寿郎。作中では上下の3赤座を死に際まで追い詰めています。そんな杏寿郎が遊郭に来た場合、無事に任務をこなせたのでしょうか。それでは5つの条件に当てはめて考えてみましょう。まず1つ目の任務は、ダキを見つけ出すことです。ダキを見つけ出すには、まず炭治郎たちを遊郭に潜入させる必要があります。しかし杏寿郎は作中で外見がかっこいい、またはイケメンという評価はされていないので、宇髄天元と同じように炭治郎たちを無理やり遊郭に押し付けることは難しいでしょう。しかし明るい性格の杏寿郎であれば遊郭との交渉もうまく進められるのではないか。よってですね、煉獄杏寿郎が炭治郎たちを遊郭に潜入させるのは宇髄と比べると少し苦戦するにとどまります。次に2つ目の任務は帯の中に閉じ込められた人たちを助けることです。そもそも帯の中に閉じ込められた人たちを助けるにはまず地下に潜る必要があります。そして煉獄杏寿郎が地面に潜るには炎の呼吸を使うのが一番早いと思われます。そもそも炎の呼吸とは足を止めての強力な技が多いんですが、その炎の呼吸を走らない腕相撲ランキング第3位の腕力を持つ杏寿郎が使えば宇髄の音の呼吸による地面の爆破と同じようなことができそうです。よってですね、煉獄杏寿郎が地面に潜ることは宇髄天元よりは時間がかかるものの可能であると思われます。次に帯の中の人に刃を当てることなく帯を切る必要があります。思い返せば煉獄杏寿郎は無限列車編で命の危機を察知した際に寝ているにもかかわらず相手の首を絞めています。よってですね、本能で帯を切ってはいけない部分を察知し的確に帯を切ることができるのではないかと思われます。しかし総合的に考えると煉獄杏寿郎は地下に潜ることができ帯を切れるので宇髄天元よりも少し苦戦するという評価になります。そして次に3つ目の任務はダキの首を落とすことです。先ほど解説した通りダキは現在の柱であれば簡単に首を切れると思われます。よってですね、煉獄杏寿郎も例外なくダキの首を落とし牛太郎を出現させることができるでしょう。次に4つ目の任務は牛太郎の毒に対抗することです。杏寿郎の毒に関する情報が出てないので正直対抗するのはかなり難しいと思われます。よってですね、煉獄杏寿郎は他の柱と同様に牛太郎の毒を克服する手段はないんですけども、全集中の呼吸を使うことで即死はせずにある程度耐えていくしかないと思われます。
最後5つ目の任務は上限の6との戦闘に勝利することです。煉獄巨城は毒への耐性がないと思われるので、宇髄天元よりも早く戦闘を済ませる、もしくは牛太郎の攻撃を避け続ける必要があるんです。そして煉獄巨城の場合、使用する炎の呼吸は攻撃重視なので、早く戦闘を済ませる方が向いていると思われます。そしてですね、一人で上限の3赤座を死に際まで追い詰めた巨城であれば、上限の6一人牛太郎をですね、炭治郎と共に倒すことは宇髄天元よりも早く終わらせることができるでしょう。そして上限の6は2体同時に首を落とすことが倒す条件なんですけども、作中で善逸と伊之助がやっていたように、1体の首を落とした状態でもう1体の首が落ちるのを待つことは可能。まとめると、戦闘能力の高い煉獄巨城であれば宇髄天元よりも有利に牛太郎と戦うことができると思われます。以上5つの条件から、煉獄巨城が遊郭に来た場合どうなっていたかというと、確かに煉獄はですね、遊郭潜入から戦闘までをスムーズに行えるものの、毒への耐性がないので煉獄巨城は宇髄天元よりもやや苦戦すると思われます。可憐な見た目とは裏腹に強力なパワーを持った恋柱カノロジーミツリ。作中では上限のチーハン天狗を炭治郎、禰豆子、玄弥と共に倒しています。そんなカノロジが遊郭に来た場合、無事に任務をこなせたのでしょうか。それでは5つの条件に当てはめて考えましょう。まず1つ目の任務は、ダキを見つけ出すことです。ダキを見つけ出すには、まず炭治郎たちを遊郭に潜入させる必要がありますよね。そしてカノロジはピンクと緑の派手な髪色をしていて、鬼殺隊には受け入れられているんですけども、過去にはお見合い相手にこんなことを言われているんです。そのおかしな頭も色も子供に遺伝したらと思うとゾッとします。このようにですね、一般人にはあまり受けの良くない見た目をしていることから、宇髄と同じように無理やり遊郭に押し付けるのは難しいと思います。そしてカンロジはですね、明るく人当たりのいい性格をしているんですけども、論理的な喋り方ができないことから遊郭での交渉も苦労しそうです。そのためカンロジミツルや炭治郎たちを遊郭に潜入させることに宇髄天元よりもはるかに苦労すると考えます。そして次に2つ目の任務は、帯の中に閉じ込められた人たちを助けることです。帯の中に閉じ込められた人たちを助けるにはまず地下に潜る必要があります。そして甘露寺密流は地面に潜るために恋の呼吸を使うと思われます。そもそも甘露寺が使う恋の呼吸は柔軟性に優れた呼吸なので、地面を削ったり掘ることにはあまり向いていません。しかし筋肉が常人の8倍の密度もある甘露寺であれば、恋の呼吸の攻撃を応用することで地面に穴を開けることは可能でしょう。しかし全体的に見ると甘露寺密流が地面に潜ることは少し難しいと思われます。次に帯の中の人に刃を当てることなく帯を切る必要があります。甘露寺密流はですね、布のように薄く特殊な日輪刀を戦闘中常に自在に操っていることから、器用に刀を使いこなし的確に帯を切ることができると思われます。まとめると、甘露寺密流は地下に潜ることにはやや向いてないんですけども、帯の中の人たちを救出することは可能。しかし全体的には宇髄天元よりもかなり苦戦すると評価しています。次に3つ目の任務は、ダキの首を落とすことです。先ほど解説した通り、ダキは現在の柱であれば簡単に首を切れると思われます。よってですね、甘露寺もですね、霊に漏れずダキの首を落とし牛太郎を出現させれるでしょう。4つ目の任務は、牛太郎の毒に対抗することです。甘露寺密流は作中に毒に関する情報が出ていないので、対抗するのはかなり難しいと思われます。よってですね、甘露寺は他の柱たちと同じように牛太郎の毒を克服する手段はないんですけども、全集中の呼吸を使うことで即死はせずある程度耐えれるのではないでしょうか。最後5つ目の任務は、上限の6との戦闘に勝利することです。甘露寺密流は毒への耐性がないので、宇髄よりも早く戦闘を済ませる、もしくはですね、牛太郎の攻撃を避け続ける必要がありますよね。そして甘露寺密流の場合、使用する恋の呼吸の柔軟性を生かし攻撃を避け続ける方が向いていると思います。例えばですね、ハンテングと戦った時には炭治郎、禰豆子、玄弥を長くうねる日輪刀を生かし3人同時に攻撃から守っていました。そのためですね、牛太郎の広い範囲への攻撃からも自分と炭治郎を守ることができるのではないでしょうか。しかし無限城での最終決戦では活躍を残せなかったことから、ハンテング戦と同じように甘露寺密流は徹底したサポート役にもあり、炭治郎が牛太郎の首を落とすという流れが現実的だと思われます。よってですね、甘露寺密流はサポートに回ることで炭治郎たちと協力して上限の6を倒すことができると思われます。つまり甘露寺が牛太郎と戦う場合、宇髄と同じレベルで戦えると評価します。以上5つの条件から、甘露寺密流が遊郭に来た場合どうなっていたか考えると、潜入操作では苦戦してしまい、さらにですね、戦闘でもサポートに回ってしまうことから宇髄天元よりも苦戦すると思われます。わずか2ヶ月で柱になるなど無限の可能性を秘めた霞柱時藤無一郎。作中ではあざの発言後ではあるんですが、上限の5玉子をなんと一人で倒しています。そんな時藤無一郎が遊郭に来た場合、無事に任務をこなせたのでしょうか。それでは5つの条件に当てはめて考えましょう。まず1つ目の任務は、ダキを見つけ出すことです。ダキを見つけ出すにはまず炭治郎たちを遊郭に潜入させる必要があります。しかし時藤無一郎が炭治郎たちを遊郭に潜入させるのはかなり難しいと思われます。その理由は、無一郎がまだ14歳だからです。そして無一
後ろは大人っぽく見られる外見ならまだしも、年相応の見た目をしています。よってですね、遊郭に女装した炭治郎たちを売りつける役を演じるには無理があるんです。さらには、刀鍛冶の里編以前の時任無一郎は、毒舌できつい性格をしているので、交渉にも向いていません。よってですね、時任無一郎が宇髄天元と同じ作戦で、炭治郎たちを遊郭に潜入させることはほぼ不可能なんです。なので、無一郎が堕姫を見つけ出すには、先ほど解説した義勇と同じように、炭治郎たちが自らアピールし、遊郭に入れてもらう。そして顔が変わるレベルの化粧をしてもらうなどの必要があり、時任無一郎一人では、炭治郎たちを遊郭に潜入させることは不可能なんです。次に二つ目の任務は、帯の中に閉じ込められた人たちを助けることです。帯の中に閉じ込められた人たちを助けるには、まず地下に潜る必要がありますよね。そして無一郎は地面に潜るために霞の呼吸を使うと思われます。しかし、時任無一郎が使う霞の呼吸は、素早い足さばきが特徴なので、地面を削ったり掘ることには向いていません。ただ、わずか2ヶ月で柱になった才能の持ち主である無一郎であれば、霞の呼吸で的確に地面に穴を開ける方法を考え実行できると思われます。よってですね、無一郎が地面を掘ることは時間がかかるものの可能だと思われます。次にですね、帯の中の人に刃を当てることなく、帯を切る必要があります。無一郎は生まれ持った刀の才能を使うことで、的確に帯を切ることができると思われます。まとめると、無一郎は地下に潜ることには向いていないんですけども、帯の中の人たちを救出することは可能。しかし全体的に見ると、宇髄天元よりもかなり苦戦するという評価になります。三つ目の任務は、堕姫の首を落とすことです。先ほど解説した通り、堕姫は現在の柱であれば簡単に首を切れると思われます。よってですね、無一郎も例に漏れず、堕姫の首を落とし、牛太郎を出現させられるでしょう。そして四つ目の任務は、牛太郎の毒に対抗することです。時任無一郎は作中に毒に関する情報が出てないので、対抗するのはかなり難しいと思われます。よってですね、時任無一郎は他の柱と同じように、牛太郎の毒を克服する手段はないんですが、全集中の呼吸を使うことで、ある程度耐え抜くしかないんです。最後5つ目の任務は、上限の6との戦闘に勝利することです。無一郎は毒への耐性がないので、渦よりも早く戦闘を済ませる。もしくは牛太郎の攻撃を避け続ける必要がありますよね。そして無一郎の場合、使用する霞の呼吸の高速移動を活かし、牛太郎の攻撃を避け続けることが向いています。また、無一郎は、上限の5行子と戦った時に、記憶を取り戻し、あざが発現するまでは一方的に攻撃されていました。よってですね、この時の無一郎はあざが出ていないので、玉子と戦った時のように上限の6の一人である牛太郎にも苦戦する可能性があるんです。しかし玉子と戦った時と違い、今回は炭治郎も協力することになるので、一方的に攻撃されることにはならないでしょう。そのためですね、時任無一郎が牛太郎と戦う場合、宇髄天元よりも有利に牛太郎と戦うことができると判定しました。以上5つの条件から、時任無一郎が遊郭に来た場合どうなっていたのか、そもそも遊郭に適性がないことや、こなさなくてはならない任務と呼吸の相性が悪いことから、無一郎は宇髄天元よりもかなり苦戦すると思われます。自在な立ち筋で鬼を翻弄する蛇柱イグロを奪い、作中では鬼物ジムザンとの最終決戦で活躍しました。そんなイグロが遊郭に来た場合、無事に任務をこなせたのでしょうか。それでは5つの条件に当てはめて考えてみましょう。まず1つ目の任務は、堕姫を見つけ出すことです。堕姫を見つけ出すには、まず炭治郎たちを遊郭に潜入させる必要があります。しかしイグロの外見は、作中ではかっこいいやイケメンという評価はされていないので、宇髄天元と同じように無理やり遊郭に押し付けることは難しいでしょう。そして蛇のような鬼視線やネチネチした性格から、鬼殺隊内では話しかけづらい柱ランキング2位に入っているイグロは、遊郭での交渉も苦労すると思われます。よってイグロオバナイは、炭治郎たちを遊郭に潜入させることに宇髄天元よりもかなり苦戦すると思われます。2つ目の任務は、帯の中に閉じ込められた人たちを助けることです。帯の中に閉じ込められた人たちを助けるには、まず地下に潜る必要があります。そしてイグロは地面に潜るために蛇の呼吸を使います。そもそもイグロが使う蛇の呼吸は、変幻自在な剣技が特徴の呼吸なので、パワー重視ではありません。さらにイグロは走らない腕相撲ランキングでは下から2番目の8位であり、筋力が弱い。よってイグロバネが地下に潜るには時間がかかると思われます。次に、帯の中の人に刃を当てることなく、帯を切る必要があります。先ほど解説した通り、イグロオバナイは変幻自在な剣技が特徴の蛇の呼吸を使いますよね。そのためですね、的確に帯を切ることはスムーズに行われると思われます。まとめると、イグロは地下に潜ることには向いてないんですけども、帯の中の人たちを救出することはスムーズに行います。しかし全体的に見ると、イグロは地下に潜ることに向いてないので、宇髄天元よりもかなり苦戦するという評価になります。次に3つ目の任務は、堕姫の首を落とすことです。こちらは何度も解説した通り、堕姫は現在の柱であれば簡単に首を切れると思われます。そのためです
ですね、イグロも霊に漏れず、ダキの首を落とし、牛太郎を出現させられるでしょう。次に4つ目の任務は、牛太郎の毒に対抗することです。イグロは作中に毒に関する情報が出てないので、対抗するのはかなり難しいと思われます。よってですね、イグロバネは他の柱と同じように、牛太郎の毒を克服する手段はないんですが、全集中の呼吸を使うことで、ある程度耐えることしかできないでしょう。最後5つ目の任務は、上限の6との戦闘に勝利することです。これまで解説した通り、イグロバネは毒への耐性がないので、渦井天元よりも早く戦闘を済ませる。もしくは、牛太郎の攻撃を避け続ける必要があります。そして、イグロの場合、使用する蛇の呼吸を活かし、変幻自在な剣技で素早く戦闘を済ませる方が向いていると思われます。例えば、イグロは、鬼舞辻無惨に対し、あらゆる角度から切りつけることで、避けるのが困難な技を使っていましたよね。そして、イグロバネは、作詞では出番が少なく、決定的と言えるような活躍をしていないんですけども、なんとイグロは、鬼殺隊最強と呼ばれる姫島行明と、同じレベルのポテンシャルがあったと思われます。その理由はですね、イグロに最終的にあざが発現し、格闘を権限させ、透き通る世界まで使えたのが、柱内では姫島無一郎、そしてイグロのみだからです。よってですね、イグロオバナイが牛太郎と戦う場合、不随天元よりも有利に牛太郎と戦えると思われます。以上5つの条件から、イグロオバナイが遊郭に来た場合、どうなっていたのかを考えると、確かにイグロは戦闘能力が高いんですが、潜入操作と救出で苦戦し、さらには毒への耐性のなさから、総合的に考えると、イグロオバナイは渦井天元よりもはるかに苦戦すると思われます。鬼に対する憎悪と執着が柱内でも随一の風柱、品津川実美。作中では姫島、無一郎、玄野と共に上限のうち黒死亡を倒しています。そんな実美が遊郭に来た場合、無事に任務をこなせたのでしょうか。それでは5つの条件に当てはめて考えていきましょう。まず1つ目の任務は、ダキを見つけ出すことです。ダキを見つけ出すには、まず炭治郎たちを遊郭に潜入させる必要があります。しかし、実美の外見について、作中ではかっこいいやイケメンという評価をされていないことから、渦井と同じように無理やり遊郭に押し付けることは難しいでしょう。そして、傷だらけの見た目や荒々しい性格から、遊郭での交渉も苦労すると思われます。よってですね、品塚実美は炭治郎たちを遊郭に潜入させることに渦井天元よりもかなり苦戦すると思われます。次に2つ目の任務は、帯の中に閉じ込められた人たちを助けることです。まず帯の中に閉じ込められた人たちを助けるには地下に潜る必要があります。なんですけども、実美が使う風の呼吸は強烈な連続攻撃が特徴であり、攻撃重視の呼吸になりますよね。よってですね、地面を削ることに適していて、渦井天元が音の呼吸で地面を爆破させたように、実美もですね、同じことができたのではと思われます。次に帯の中の人に刃を当てることなく帯を切る必要があります。サネミは荒々しい性格と攻撃的な風の呼吸の使い手であることから、的確に帯を切るなど細かい作業は苦手なのではと推察できます。しかし、サネミは荒々しい性格である反面、加速思いの優しい一面もある。よってですね、人命が関わってくる場合は無傷で助けることを優先し、あえて力を抑えることで的確に帯を切るのではないでしょうか。まとめると、サネミはスムーズに地下に潜ることができ、帯の中の人たちを救出することが可能。よって渦井天元と同じレベルで救出活動ができると評価しました。次に3つ目の任務は、ダキの首を落とすことです。何度も説明したように、ダキは現在の柱であれば簡単に首を切れると思われます。よってサネミもダキの首を落とし、牛太郎を出現させられるでしょう。次に4つ目の任務は、牛太郎の毒に対抗することです。サネミはですね、作中に毒に強いという情報がないので、対抗するのはかなり難しいと思われます。よってですね、サネミは他の柱と同じように牛太郎の毒を克服する手段はないんですけども、全集中の呼吸を使うことである程度耐えるしかないかなと思います。最後に5つ目の任務は、上限の6との戦闘に勝利することです。サネミはですね、毒への耐性がないので、渦井天元よりも早く戦闘を済ませる、またはですね、牛太郎の攻撃を避け続ける必要があるんです。そしてサネミの場合、使用する風の呼吸を生かし、強力な連続攻撃で素早く戦闘を済ませる方が向いていると思われます。さらにですね、後に上限の位置を倒し、鬼舞辻無惨との戦いでも活躍し、その上最終決戦を生き残ったサネミであれば、渦井天元よりもスムーズに牛太郎の首を落とせる可能性があります。つまり、品津川サネミが牛太郎と戦った場合、渦井天元よりかなり有利に戦えるのではないかと思われます。以上5つの条件から、サネミが遊郭に来た場合どうなっていたのか考えると、攻撃中止の風の呼吸が遊郭編での任務と相性がいいので、渦井と同じレベル、または渦井天元以上に活躍できたのではないかと考えられます。現在の柱の中では最強と言われる岩柱、姫島行明。作中では無一郎、実美、玄野と共に上限の位置黒芝を倒し、鬼舞辻無惨との戦いでも活躍を見せました。そんな姫島行明が遊郭に来た場合、無事に任務をこなせたのでしょうか。それでは5つの条件に当てはめて考えてみましょう。まず1つ目の任務は、ダキを見つけ出すことです。何度も説明しているように、ダキを見つけるにはまず炭治郎たちを遊郭に潜入させる必要があります。そして姫島は屈強で恵まれた体格の持ち主、そして額には大きな傷があり、盲目のため常に白目を向いています。
います。よってですね、その外見から炭治郎たちを無理やり遊郭に押し付けるのは難しいでしょう。しかし体格の良さから無意識に遊郭の人たちに威圧感を与え、炭治郎たちを無理やり引き取ってもらえるかもしれません。また威圧感を与えなかったとしても、鬼殺隊内で慕われているような人格者である姫島であれば交渉もうまくこなせると思います。そのため姫島行明が炭治郎たちを潜入させることは宇髄天元と比べ少し苦戦すると思われます。次に2つ目の任務は帯の中に閉じ込められた人たちを助けることです。帯の中に閉じ込められた人たちを助けるにはまず地下に潜る必要がありますよね。そして姫島行明は地面に潜るために岩の呼吸を使いますよね。そんな岩の呼吸は爆発的な力が特徴の呼吸ですので、地面を削ったり掘ることには苦労しません。おそらく岩の呼吸の応用で鉄球を地面にぶつけるなど姫島はスムーズに地面に潜ることができると思います。次に帯の中の人に刃を当てることなく帯を切る必要があります。姫島はですね、盲目なんですけども、まるで目が見えてるかのような鋭い感覚の持ち主です。よってですね、帯の中に閉じ込められた人の気配も察知することができ的確に帯を切れると思います。まとめると姫島行明は宇髄天元と同じようにスムーズに地下に潜り、帯の中に閉じ込められた人々を救出できる。よって宇髄と同レベルで救出活動ができるという評価になります。次に3つ目の任務はダキの首を落とすことです。これまでも解説した通り、ダキは現在の柱であるが簡単に首を切れます。よって姫島もダキの首を落とし、牛太郎を登場させられるでしょう。次に4つ目の任務は牛太郎の毒に対抗することです。姫島は作中で毒に強いという情報が出てないので対抗するのはかなり難しい。よって姫島は他の柱と同じように牛太郎の毒を克服する手段はなく、全集中の呼吸を使いある程度耐えるしかないんです。最後5つ目の任務は上限6との戦闘に勝利すること。姫島は毒への耐性がないので渦よりも早く戦闘を済ませる、または牛太郎の攻撃を避け続ける必要があります。そして姫島の場合、使用する岩の呼吸の攻撃力を活かし早く戦闘を済ませる方が向いているんです。さらにですね、姫島は作中で炭治郎や伊之助から鬼殺隊内で最強だと言われてますよね。例えばですね、上限の1黒死亡との戦いでは姫島一人で黒死亡の攻撃を抑えて時間を稼ぎ、さらには黒死亡の刀をも折っているんです。これほどの実力がある姫島であれば、毒を受けていても宇髄天元よりもスムーズに牛太郎を倒せる可能性が高い。そして癖者揃いの柱たちをまとめ上げるなど指揮官としての才能も高いので、2人同時に首を切る必要のある今回の任務も炭治郎たちとの連携がしっかり取れると思われます。よって姫島が牛太郎と戦った場合、宇髄よりかなり有利に戦えると思われます。以上5つの条件から姫島行明が遊郭に来た場合どうなっていたか考えると、基本的な能力の高さから宇髄と同じ、または宇髄以上に活躍したと思われます。という感じで考察してきたんですけども、全柱の評価をまとめるとこんな感じになります。最高評価は宇髄天元、姫島行明、品塚治美の3人。特に宇髄天元の評価は突出していて、遊郭の任務は宇髄の強みが生きる宇髄天元のための任務と言えます。そしてこの3人に次ぐのが校長忍、連合教授の2人で、遊郭編を攻略できる可能性は十分あります。それに次ぐのが富岡義勇、甘露寺光利、イグロ小花井、そしてそれに次ぐのが時藤無一郎なんですけども、無一郎は柱の中で一番苦戦するでしょう。もし遊郭編に他の柱が来たら誰が活躍すると思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。